こんばんは。こんばんは。お疲れありがとうございます。チョコもありがとう。こんばんは。皆さん。こんばんは。聞いてますか？くま、ありがとうございます。皆さん、こんばんは。中村舞です。チョコすごいありがとう。ギリでもいいよ、ありがとう。こんばんは。ハートもギフトありがとう。ギリでもいいよ。知ってますか？中村舞です。こんばんは。こんばんは。元気ですか？違う、ありがとう。存じ上げてます。ツインテしてます。にゃは。これ何？これ、部屋の照明のリモコン持ってるの。なんでかっていうと、こうしたら、ちょっと白飛びしやすいんですよ。これが、このリモコンが白いから、ここら辺にあることによって、その顔がはっきり見えるんですよね。なので、ちょっとこうマイクみたいな感じで。アイスかと思った。アイスじゃないよ。星ありがとう。そう、ちょっといいなと思って、これを持ってます。リモコン。リフ板？チョコありがとう。そう、白いんです。服の色によってね、色が変わるんですよ。大丈夫、疲れないよ。どう？白飛びするくない？ほら、天才。リモコン効果。自画自賛してる。そう。コート脱いだら、これパーカーだから脱いだら、ちょ、見えるんだよね、極暖ヒートテックが。タッカーありがとうございます。フードかぶったら、変わるの？これいいですね。こうマイクみたいで。チョコありがとうございます。髪を後ろに、ツイン？ツインやだ？ツイン嫌ですか？今日はね、姉と一緒にね、外に出ました。最近ね、もうね、ほんと元気がね、なくて全然。家で、なんか、あんたやばいよみたいな言われるんですよ。やばいよそれみたいな。やばいよ。仕事の時はちゃんと出るんですけど、ね。それ以外の時はずっと、ベッドっていうか布団の上にいて、やばいよ、みたいな。で、外出ようって言って。え、充実したよ。
日光浴びた、なんか難しいこと言ってた。なんかビタミン D がなんか太陽によってビタミン D をなんたらかんたらしないと不健康になっちゃうからみたいな言われて、ありがとうございます。セロトニン、分からんけど、なんかよく分からん物質、正しい光合成してきました今日、外行くよって言われて、で、まあ、用事もあったので一緒に、そう、二人で行きました。え、皮膚って光合成してるの？そうなの？顔しか出てないよ私さ。足も手もまあ出さずにさ、マスクもほとんどか、ここしか光合成してないかもね。あと頭皮。え、光合成ってさ、あれだよね、酸素出すんでしょ。でも私は二酸化炭素出してるからさ、光合成ではないよね。でも光合成してるの？あ、例えか。植物しかしないよ。例え、私は光合成してないのか。私レベルになると光合成するのかもしれないです。どのレベルやねんって。酸素作ってません。今日ね、チョコありがとう。今日ね、ゲームセンター行ったの。またゲームセンター。私のね、なんか私欲が最近薄れてて、でもゲームセンター欲はあるんですよちょっと。で、物欲もまだ残ってるんですけど、ゲームクレーンゲームしたんですよ。で、そう、今日の戦利品を見せようと思って。すごいですよ、もうほんとすごいんですからね。ででーん、このおっきいおっきいタキシードサムちゃんを、サムくんか、おっきいでしょ。ちょっと発光しちゃうんだけど、どうやったら発光しないの。ちょっともう色が薄いんだけどね。すごいでしょ、かわいい。ここがふさふさリボンついてて、なんかチョコミントみたいじゃないですか。チョコミントカラーみたいな、目も茶色いし、スプーン持ってて、ミントグリーン、そうそうそう、色がね、なんか青じゃないんですよね。ちょっとグリーン系が入ったチョコミントみたいな、バレンタイン仕様って感じがする。ナナさんっぽい、確かに。ナナさんめっちゃやったの。それがね、何回ってもめっちゃやったの。本当になんか初心者って書いてあって、この台初心者機みたいな、初心者でもクレーンゲーム初心者でもできますみたいな機械っていうか、その台だったので、さ、なんかそれで最初やってて、なんかこれ掴めるけど、こう落ちる時にゴロゴロゴロって転がって、すごいいろんなところに行くんですよ。で、そのアームがね、届かないところまでまた転がって、で店員さんを呼んで、すいません元の位置に戻してもらってもいいですかっていう作業をね、めっちゃやったの。本当にありえないくらいやったの。そうで、店員さんが3人いて近くに、で、まあ一番近かった店員さんに、なんか、すいませんって言って、何回も何回も言って、でも5回ぐらいその店員さんに行ったの、同じ店員さんに。だから同じ店員さんに5回ぐらい行ったら、そうそう、その店員さんいなくなっちゃって途中で。人見知りなのに、なんか、もう本当に欲しいと思ったものは、なんかもう、
よっしゃってなるんですよ。でいなくなっちゃって、でそのなんか女の店員さん2人が私のこと結構見てて、私が道やってたから、でなんか私がやるたびに何回も呼んで、めっちゃ呼んだの本当にね。その女の店員さん2人も6回ぐらい呼んだの、6回7回ぐらい呼んだので、さなんかすいませんねみたいな、もう私もすいませんねみたいな感じで、そのめっちゃ呼んだの、直してもらっていいですか。でさ途中でさめっちゃ取れなさすぎて、なんか初心者機って書いてあるのに取れなさすぎて、めっちゃイライラして地段だ踏んだんですよ。なんかバーンってもうみたいな。そしたらめっちゃ店員さんと目があって、その女の店員さんと、そしたらそのなんかその女の店員さんがめっちゃあのなんか私のことを気にするように見に来始めて、でなんかあの毎回直してくれるようになったんですよ。もうなんか私あの別に台をバンとかやったんじゃない、私があの普通に床で足を持ってバンってやったんですよ。そしたら女の店員さんと目が合って、でなんかあめっちゃ気まずくてあすいませんみたいな、マークされて、あこれマークされてるので、私はもうめっちゃやって、でまたすぐ来てくれて、そしたらなんかもう、こう最初はこう置いてくれてたんだけど、だんだんこうなんて言うんですか、こうねこうここがゴールだとしたら、この落ちるとこだとしたら、もうだんだんこう傾けてこう斜めに置いてくれたりとかし始めてくれて、そう、それでもなかなか取れなくて私下手なのかな、そう忖度し始めてくださったんですよ。もう私がやりすぎて、優しい人え、めっちゃそうで、それでもなんかそれで忖度2回ぐらいしてくれたんだけど、それでも取れなかったの、転がって、ですいませんってもう一回呼んで、でこうまた忖度してくれて、そしたらなんかどこを狙ってるんですかって言われて、で私はこの全体をこの真ん中を狙ってこう取ってますって言ったら、あのお尻の方をこう狙ってこうちょっとこう転がすように取ってみてくださいってなんかアドバイス受けて、で分かりました、そうアドバイスされたの、指導されて、でそしたらあなんかもうすごいね取れる手順みたいな、そしたらこうしてこうコロッと転がって取れるはずですからって言われて店員さんと友達になれるくらいすごいめっちゃそう熱心に指導してもらいました。でそれでその店員さんの通りにやったら取れたんですよ。もう大盛り上がりで、私店員さんに報告しに行ってこうやって掲げて取れましたって、であのその途中でいなくなっちゃった店員さんはもういなかったんですけど、2人店員さんがいて、あのその人があよかったですって、もう一人の人もあよかったですね本当にってすごいなんか褒められて、私はこれをドヤ顔でそうあのもうめちゃ取れましたありがとうございますって報告してそう帰りました。すごい嬉しかったですっていう話、あの今日のゲームセンターの優しすぎる世界ね、超優しい、最高、タキシードサムですよ。ちょっとなんか緑がかったチョコミント7373サム、名前つけよう、岡田サムにしようかな7373キラキラしてる私の顔、サムの顔私もすごく嬉しくて、岡田サムかわいい、しかもこの大きいサイズっていうのがこれ、ね、ピンク色のサイズも、私ピンク色のサイズじゃない、ピンク色のカラーもあったんですよ。でちょっと撮りたいなって思ったけど、さすがにこれ撮るのに結構使っちゃったので、今日はもう
我慢です。また気が向いたら行くかもしれないですね。これ持っとかんと宮地つけた。ゲームセンターで店員さんに報告する人初めて見たかも。え、報告するよ。なんかさ、報告しない？私結構報告しますよ。あの前も報告した、なんか私が何回も呼びすぎて、なんか取れたら取れましたっていうことをなんか報告しといた方がいいじゃん。なんかねえ、だってその店員さんめっちゃ移動させてくれたから。今日はネット一緒だった。そう、元気になりました。すごいね、家でどんよりしてたんですけど。戦利品は一つだよ。そうだよ、今日はこれ。ねえ、もうね、恥ずかしさとかあんまなかったね。なんか呼ぶのって恥ずかしいって思う時あるんだけど、なんか3回4回目ぐらいからもうちょっと恥ずかしいかなって思うのもあるんですけど、もうなんかすごい積極的に店員さんがね、私に助けてくれたので、私を助けてくれて、そうなのでめちゃくちゃやりやすかったですね。名前は岡田サムに決定。そう、岡田サムなの。これは岡田サム、チョコミント要素があるから。私サムめっちゃ持ってるんだよね。そう、またこれも仲間入りです。大好き。よく持って帰ったね。え、そうなの。なんかね、あのその後にちょっとメイク用品が欲しかったからメイク用品のお店に行ったんですけど、なんかメイク用品見てたら店員さんがなんかこれこのなんたらかんたらってこうメイクの説明をねこうし始められたんですよね。で私はあーはーはーって聞いてて、そしたらなんか随分と楽しんでらっしゃったんですねってタキシードサムを指さして言われて、めっちゃ恥ずかしくて、あーみたいな、あちょっとあはーみたいな、そうなんか見ないでみたいな、私のその動向見ないでみたいな、そうなんかあらみたいな感じで、そこ見ないでみたいな。袋を、そう袋もらったんですけど、いや透明だったから見えてて多分、そうそこああみたいな、随分とみたいな、ちょっと恥ずかしくて。丸見えでしたでも本当に嬉しいです。化粧品の方は、化粧品欲はすごいの。化粧品は定期的に欲しくなっちゃいますので、化粧品は、うん、買ったよ。でも結構定期的に買ってます化粧品。なんかまとめてパって買ったり、そう、うん、物欲は耐えないかもね。前髪は切ってない。で切ろうかなと思って、そろそろ切るかもしれません。かき氷、かき氷すごく食べたいんだけどね。広島も2月7日まで時短って感じで、こう飲食店が夜の8時までとかになってて、で
かき氷屋さんもやってないんですよね、あんまりね。え、私ずっとかき氷食べたいのに我慢してて、まあ、寒くてもかき氷食べるんですけど。そうなの。2月7日ってことは今日は何日？あ、明日2月7日だね。かき氷好きなんよ。解除なの？え、わかんないな、詳しくは。でもなんかねえ、どうなんだろう、延長するのかな。え、よくわかってない。そうなのかな、伸びるかもしれない。7日、2月7日までって最初聞いてたけど、そう、多分地域によって違います。秋前一周年、あ、非公式でしょ、でもねえ、非公式なんだけど。お決まり、最近生活合わないんだよな。なんか生活が全然合ってなくてさ。花束ありがとうございます。いやーねー、そう、あんまりね生活が合ってないね。今奥ちゃん配信しとるぞ。え、あの野郎、なんか私にね、なんかもう寝るわおやすみとか言って LINE してきたのに、あの野郎野郎じゃないけど、あのあれ、おこですわ、私中村舞、とてもおこですわ。ちゃん発信してるよ。え、なんかさ、もう眠い、もうすぐしたら寝る、うん、お疲れ、おやすみ、うん、おやすみっていう会話を夜のね9時半ぐらいにしました。え、おこなんだけど、普通にもういいや、もういいやっていう気分になっちゃうよねいや本当になっちゃうから、本当に、そう、なんか最近言ってもなんか、そう、なんか言ってもね、なんか私はちょっと無理、まあまひなさんとか家に呼べばみたいな言われてね、なんかみたいな、なんでみたいな、ちょっと私読めるからみたいな感じの、あ、そうみたいな、いい、もういいはーみたいな、じゃあおこですから、今おこになりました。プンプン、うん、プンプンだよ、プンプンだし、でもなんか、なんか私も迷惑かけるのすごい嫌なの。だからなんか人になんかすごいこう依存しすぎないようにしないといけないなって思うから、なんかもっとちゃんと自立しないとって思うのすごく。でなんかもうなんかさ、やめようと思って人に迷惑かけるの、うん、そうで、なんか勝手になんかそうやって思い始めるので、いいやと思って、そう、
ゲームセンターで迷惑だったの？マジかーマジかおきちゃんちょっと寝て起きて配信してるらしい。ふーん、そうなんだ。はあ、最近のおきちゃんの心は読めない。でもね、でもね、私もなんかね、なんか迷惑かけたくないからね、いいやって思って、そう、あー、またネガティブになっちゃう。そうだから私は今はめちゃめちゃ元気に頑張ろうって決めてるんですよ。仲直りしてほしいです。いや、これ喧嘩って言わないから。喧嘩って言わないよ。なんだっけな、強がってる？え、強がってるんじゃないよ。なんかさ、問題も起きるんだよね。難しいよね難しいんだよね。ね、本当に難しいんだよね。人間関係難しいよ。ゲーセンでは明るいのか、うん、ゲーセンで明るいよ、めっちゃ。うおー、天さんみたいな。人間関係は面倒だけど、それあれじゃん。夕日が沈む空を見ているか。まいちゃんって怒ったらどうなるんですか？最近に怒る元気がないの、もうもはや。地団では踏んでるかもしれないけど、怒る元気がなくてね。でも怒ろうとも思わないな、もう。もうなんかね、なんか「へえ」みたいな、「ウェー、まあそうだよな」みたいな。怒るとかないよ、うん、あの怒ってるのはあのクレーンゲームで取れなかった時ぐらいだよ。お姉ちゃんと喧嘩全くしないです最近。本当にしない、全然しない。ちっちゃい頃は意味のわからんしょうもないことでしてたけど、それはちっちゃい時だからで、もう大人になってからは一切しません。仲いいと思う姉妹結構なんか自分で言うのもあれだけど仲いいと思う。姉貴ゲーセンで
姉貴ゲーセンで私に400円ぐらい入れてくれた。一緒に入れて一緒にやってくれた。うん、姉も一緒に撮ってくれるから、そう、仲いいよ。途中で私が怒ったら姉がやってくれるっていう、優しいよ。今日お姉ちゃんさ、お姉ちゃんなんかね、お酒飲めないの。なんかお酒さ、アレルギーなのかな、なんかさ、飲んだらもうなんか結構息苦しくなっちゃったり、赤くなっちゃったり、こう結構アルコールに弱くて、お姉ちゃんアレルギー並みに多分お酒が飲めないんですよ。そう、お酒ダメなんですよね。だから一切飲まないんですけど、なんか飲みたいお酒があるみたいなことをすごい言ってて、私は飲みたいお酒があるみたいな、でも飲めないみたいな、飲みたいけど飲めないみたいな、そう、飲めない人なの。飲みたいけど飲めないみたいな言ってるのに、なんか買ってたので、なんか 買うだけ買うみたいな。なんか多分買うことで欲を満たしてるのかよくわからんのんですけど、なんか買うって言って、なんか買ってたんですよね。まあ、飲むかは知らないですよ、うん、多分買ったら満足したんじゃないですか。でも買って、そしたらなんか年齢確認されるんです。お姉ちゃんめっちゃ童顔だからさ、年齢確認をねされたらしくて、でなんか明らかに二十歳超えてるもう年齢なんですけど、お姉ちゃん年齢確認されてすごいふてくされて、めちゃめちゃなんか年齢確認されたんだけどみたいな。いや、苦手。年齢、マイキューそんな、お姉ちゃん年齢確認されたみたいな言ってて、でなんかその身分証明書見せたら明らかに二十歳超えてるから、なんか店員さんも あすいませんねみたいな感じの、なんかちょっと申し訳ない感じで、なんかよりお姉ちゃんがすごいふてくされてましたね。そう、童顔なのお姉ちゃん、うん、お姉ちゃんはようわかりません。飲めないのに買うし、何するのって感じ。どうするのって、飾っとくのって感じ。もう置いてましたね、ポンってキッチンとかに。何のお酒、何なんだろうな、よくわかんない、私もよくわかんないけど、なんかこれこれみたいな、何味なんだろうあれ、よう分からん。多分度数強いと思うから、お姉ちゃん多分やばいよって、絶対それ絶対飲まない方がいいよって、あなたはアレルギー並みにもう本当アレルギーなんだからみたいな。今日酒ダメ、家計がダメ、うちの家計。お母さんもそもそもお父さん一滴も飲まないしね。姉貴ハトを見せる写真、あ、今日送った、今日姉貴の後ろ姿を送りましたメールで。あれ姉貴、ワイルドのおじいちゃん、ワイルドのおじいちゃん飲むかもしれないけどな。あ、おじいちゃん飲むか、いや飲むかも、うん、わかんない。いや飲んでるかも、飲めるのは飲めると思う。みんなワイルドのおじいちゃん好きだよね。私に似てる？後ろ姿？
かんないや、自分の後ろ姿をそんな見たことないからかな。姉貴寝ちゃったの？え、分からん、あっちにおる。分かりません。背も小さい、そう一回りぐらいちっちゃい、お姉ちゃんの方が。お姉ちゃんお子様だから。お子様だからね、食べ物の好みは同じ。いやー、わかんないけどセンスはほぼ一緒。なんかどっちの色が好きみたいな、どっちの服の色が好き、せーのこっちみたいなんだったら合うと思う。大抵そのセンスっていうか好きなものは系統が似てるけど、ご飯のはわからん。好きなものに似てる、お互い可愛いって思うものがなんか一緒。姉貴推しです。お、いいですね、伝えておきましょう。姉貴推しらしいよって。リモコンどうした？そう、途中から見た人びっくりするね。これ時間書いてあるから、これ今11時8分なんだね。マイキョウシです、ありがとうございます。しまよしです、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。お腹鳴ったぐるぐる言ってる。すごい、で時間が書いてある。ガチ恋です、ありがとうございます、嬉しい。今日何でも嬉しいのよ、私は。嬉しい。姉貴の声可愛いよね。え、なんかね、なんか姉貴の声好きな人多分多い。うん。姉貴誕生日もう終わったんだよ。12月だったの。そうだからめっちゃ遅めの誕生日プレゼントでした。なまってた今、遅めのタンプレでした。12月の、何プレゼント？靴です。靴をプレゼントしました。うん、全然サプライズとかじゃないね。え、なんかさ、なんか欲しい欲しいって言ってるものがあって、でなんかタンプレで買って、タンプレで買ってみたいな感じで言ってて、何個か欲しいものが多分あって、その中で一個プレゼントしました。一緒に選んだ。そうだよ、そうなの。
なんかさ、一緒に選ぶ方が安心するんだよね。なんかさ、僕も買ってってさ、それ持ってんだけど、まあ姉だったらないかもしれないけど、それ持ってるよとか言われたらもう悲しいよね。持ってないかなこれって選ぶのなかなかきついよね。ね、友達とかわかる。そうだよね。私さ、奥ちゃんに誕生日プレゼントをさ、ずっとあげてなくて、で奥ちゃんに誕生日プレゼント何がいいって言ったら、うん、そうだな、カーテンがいいなって言われて、え、カーテンみたいな。え、ちょ、カーテン買いに行けるかな、まあ、行くときやったらカーテン買いに行くね、みたいな。日光遮断したいらしくて、カーテンちょうだいって言われて、まあ、誕生日プレゼントカーテンってなかなかないですよね。カーテン買いに行けてないんだから、私奥ちゃんに誕生日プレゼントあげれてないんですよ。その窓のサイズもちょっと微妙になんかあれなんですけど、いまいち分かってないんですけど、なんかカーテンが欲しいって言われて、え、カーテンみたいな、何柄にしようかなみたいな。カーテン持ってないならば、かなんかもこれ持ってるよこのカーテンとか言われることないから別にいいんですけど、測りに行こう、こう何センチだね、分かったよバイバイみたいな。ピンポン、カーテン測りに来たよ。いや、カーテンちょうだいっていうのはなかなかなくて、私はびっくりしましたね。え、しかもさ、自分好みのものを選んじゃうんだよね。だから、なんか人に選ぶカーテンって難しいよね。おきちゃんって何色がのカーテン好むんだろうみたいな思うし、めっちゃ。うん、難しい。何がいいんだろうな。紫、おきちゃんといえば紫色なんですけど、でも紫にしたらなんかちょっと妖艶な感じの部屋になりそうだから、ちょっと紫は、でもな、日光多分遮断したそうだからな、あのすごく大変です。カーテン選びって大変。いや、なんかネットで頼めるのかなと思ったけど、ネットじゃちょっとやっぱ分かんないから、実際に買いに行きたいなと思って、ちょっとね、紫のカーテンの中にいるおきちゃんはちょっとまあ、違うなと思って。紫のカーテンってある？薄紫とかだったらありそうだけど。妖艶な部屋になりそうだよね。サイズです。まあそう、それはそれな。それなぁなんですけど、じゃあ紫考えとかんとね。紫じゃなくてもいっか、カーテン考えときます。ほんとに難しいよ、カーテン、タンプレカーテンは難しい。ありがとうございます。私の家の同じカーテン、ね、私のカーテンね、白くて薄くて日光遮断できない系カーテンなの。なんていうの、あ、なんかカーテンって二重のやつあるじゃん、なんていうのあれ、わかんないけど、なんかこう薄いカーテンと、もう本当に分厚いさ、日光遮断系カーテンのこう2つあるじゃないですか。遮光、なんていうんかなあれ、よく分からんけどさ、私さ、そのなんていうの、ちょっと透け取るカーテンなんですよ。だから日光バリバリ入ってくる系カーテンつけてて、レースかな、
そうだから私もね朝ね自然と日光が入ってくるから眩しいなーって思いながら朝目覚めるもん。お値段次第。え、どういうこと、どういうこと。あ、いちごありがとうございます。え、二重のやつがいいのかな。え、わかんないね。自分カーテン事情あんま詳しくないからね。お値段以上にニトリ。お値段以上のものが置いてあるって思うよね。私めっちゃ思ってたもん。お値段以上するのかなって。お値段以上の品質ってことなんだよね、あのニトリは。あ、一緒に行こう。ね、あー、カーテン買いに行くから一緒に来てみたいな感じでね。あ、いいかもね。新生活始めるのかなみたいな。一緒にもいいけど、でもさ、なんかじゃじゃーん、この色でーすみたいな感じも、なんか夢なんだよね。カーテン2枚プレゼントしようかそんな窓ない。日替わり、あのこっちとこっちでさ違うカーテンとかできないのかな。右と左で違うカーテンみたいな、なんかあるじゃんカーテンってさ、こっち側とこっち側閉めるじゃん。そんなの無理。それ変。ちょっとおしゃれ。やだ。だるまありがとう。オーダーメイド。ええ、すごい。オーダーメイドとかあるの。今度おきちゃん家に行くときはメジャー持っていかんといけんな。こうやって何センチだねー使ってちょっとやばい、やばいねそれは。いちごありがとうございます。オーダー普通だよ。え、そうなの。え、わかんないんだけど。カーテン、何しとるんよ。え、でもカーテン欲しいって言われたから測ってるのは普通でしょ普通でしょ。ぬ、手作りはさすがにきついな、難しいな。カーテン作ったことないもん。ポキちゃんがいないとき測りに行く。それやばいじゃん、侵入じゃん普通に。不法侵入じゃないしめしめ、今日はいないな、ガチャみたいな。やばいやばい。持ってないよ、鍵持ってない。入れない入れない入れないよ。合鍵持ってないの、なんで持ってるみたいな、その持ってる前提みたいな。持ってるわけないじゃん。困ったなぁ。いや、窓からはちょっとな、難しいね。いや別にいい、バレてもいいと思う。なんなら聞いた方が早いよね。おきちゃん窓何センチって。まあまあサプライズみたいな感じじゃないしな。カーテン欲しいって言われたら早く買いに行かないとな。そう、いやもうね2月
2月ですよ。だってあの誕生日12月1日だったのにさ、2月になっちゃった。生誕祭が14日だからプレゼントするものなのか。プレゼントするものだよカーテンは。でもすごいよね、引っ越してからカーテンをなしで過ごしてるのって結構すごいと思うんですよね私。カーテンって割とこう最初に買いに行くよね、なんか生活始まるときに。もう買ったよ。あ、買わないでって言っとかないとね、私が早く買いに行かないとか。いやもう難しい、カーテン事情本当に難しい。オキポも引っ越したんや。え、結構前だよそれは。私も引っ越したし、4月春のタイミングだったね。マイケルもね、そうマイケルもカーテン、私もカーテン買いに行こうかな、同じやつ買おうかな、お揃いにしとこうかな勝手に。私も紫とかつけてさ、じゃあ妖艶な部屋にしようかな。家には行ってないの？いや家に行ってないことはないね。家には行ったんだけど、いつ行ったっけ、覚えてないね、いつ行ったか。1月中には行ったよ。2月は行ってないかもね。部屋綺麗だった。いや、おきちゃん部屋綺麗じゃないと入れてくれないんだよ私。なんか行っていいみたいなとか言っても、なんかいやダメ今部屋汚いからとか言ってくるので、いいよいいよみたいな、別に私良くないみたいな、え、もう良くない私に見られてもみたいな、ダメだって絶対ダメだってみたいな感じで絶対に入れてくれないんですよ私を。絶対に入れてくれないの、本当に本当にダメ、汚いから本当にダメみたいな言って入れてくれないから、そう、いやもう入れダメダメダメみたいな言われて、じゃあ片付けといてねみたいな。ちょいモノマネ、いや似てないよ全然。うん、何、みんなの方が知ってそう、みんなの方が何か知ってそう部屋事情は。マイキーは誰か入れたことある？この部屋同期入れたことあるよ普通に。あのおきちゃんとソラハはこの部屋入ったことある。先輩後輩はないね。iPhone は来た、いや iPhone 来てないね、 iPhone は来てない、あの引っ越してからは来てないね。コッコさんも来てないね。私コッコさんち行くばっかりだから、コッコさんちには、うん、行くけど、コッコさんが来ることはない。コッコさんって私の部屋は来ないんだよね。カノン来たやん。あ、それは引っ越す前の時の。
家は確かに来てた。引っ越す前の時の家はまひなさんとかも来てた。今日来てたかも。寝るだけにおきちゃん来ること時ある？もうむしろそれしかないよね。なんか基本あんまどっか行くとかしないんですよ。あんまないんですね。宿みたいな。でれれれてってて。宿だね。回復するね。あ、でもこの間ご飯作ってあげたよ。ドヤ顔作ってあげたんだから。HP 回復。何作ったの？オムライス。私オムライスしか作らないんだよね。深夜にオムライスしか作らないから。あ、私に何頼んでもオムライスしか出てこないですよ。何がいい？もうオムライスしか選択がないです。あ、オムライスっていうのを待ってます。何がいいって一応聞くけど、オムライス。なんか何がいいって言ったら、え、何なら作れるのみたいな。え、何なら作れんの？え、カレーとかいけちゃうのみたいな。うん、いけるけど、まあオムライスとかもあるよみたいな感じで、まあ徐々にちょっとオムライスによって、で、そう、メニューオムライスのみしかないから、まあ一応何がいいか聞くけど、オムライスは提供します。オムライスしか提供しません。オムライスしかダメ。誘導します。え、本当にいいオムライスだと思う。俺のオムライスマジでうまいぞ。ちゃんと包むから。ちゃんとこうパカってこうやるやつじゃなくて、包むタイプで最近作ってるの。似合う。ありがとうございます。半熟。中はちょっと半熟。ケチャップでそう書く文字を。あ、ね、デミグラスいいんだけど、デミグラスって作るのね、ちょっとね、うん、難しいっていうか、その深夜に材料を買い揃えられないから、はい、そうスーパーね、オムライス作るっていう気持ちを夜の8時ぐらいまでには持っておかないと。ケチャップのオムライスしか作れない。缶はね、缶売ってるの？コンビニ売ってるのかな。朝でもいいよ。いや、この間ね、夜ご飯もオムライスだったの。普通にお姉ちゃんとのでさ、作ろうとしてたから、私がやりますって言って、そう、オムライスをなんか作りたい衝動に駆られるの、めちゃくちゃ。もうオムライスマスターしてるんで、カフェ開くってなったら定番メニューオムライスにしよう。
イス屋さんです。店名、店名何しようかな、何にしようかな。もう君しか見えないんだみたいな店がいいな。君はあの卵の君とかけてるの。もう君しか見えないんだ、メニューオムライスしかない。うん、君はその君、その黄色の木に実、もう君しか見えないんだっていう店名。一部の人に人気出そうってどういうこと？一部の人ってどの層捕まるん？顧客対象は誰が来る？誰が来るかな？ギャグが好きな人が来る？マニア向け？ジョーク好きみたいな？誰来る？来て、来てね。ね、来てや。ケチャップ自家製じゃないよ。え、ケチャップカゴメ使ってます。カゴメかな、カゴメ。あ、でもちゃんとやるってなったらあれしないといけないのかな、作らないと。定番だよ、愛がいっぱい入ってるから。何デルモンテって、え、何何何デルモンテって、そういうケチャップがあるの？メイド服着てくれますか？それメイド喫茶じゃん。デルモンテかカゴメ。デルモンテ初めて聞いたかも。ちょっとチェックしてみる。それは気になる。知っとるんかもしれん。知っとるけど知らんのかな。取るけど知らんのかな。初見さんありがとうございます。唇がカサカサだから濡らしてください、リップ。見たことあると思う。スーパー、客はオムライスしかないこと分かっているのに、店員に何にするって聞かれるんでしょ。そう、本日のメニュー何にしますか。ちなみにおすすめはオムライスです。オムライスです。カレーはありますか？いや、ちょっとね、今カレーは切れててですね、ちょっとまああと3時間ぐらいかかりますけどね、まあ、すぐできるのはオムライスですけどねみたいな。待ちます。あ、そりゃ困るわ。本当に作るよ、頑張る。オムカレーも出して、あ、カレー、オムライス、オムカレー、3個あったら十分でしょ。チーズイン、あ、あれにしよう、トッピング、トッピングでプラス50円とかにしよう。ちゃんと経営考えてる。
桃林も、いやーもう屋台にしよっかなコロコロ意見変わるから、ちょ屋台にしよっかな、こう道端とかでね、路地とかでね、キッチンカー、うん、ありだね。キッチンカーのいいところは、あれだよね、すぐにこう逃げられるところだよね、こう移動できるからさ、すぐに、なんかやっぱりあそこで開きたいなって思ったらいろいろ移転できるね。逃げるっていうかもう逃がさない、いや待って、そこでそのセリフはやめてください、もう逃がさないはやめてください、逃げるっていうか、あのちょっとここじゃダメできないって思ったら、いやー、ここで使うのか、もう逃がさない、逃れられない、うん、ここで使わないし、もう逃がさない。ちゃんとじゃあその店舗だけにします。伏線回収時間かかったな、そういうことだったんですね、私自然とそうしてた、運転、あそう、私運転できないんだった、免許持ってないんだよ、オーマイガー一人でやるの忘れてた、お姉ちゃん、お姉ちゃんダメだよ、お姉ちゃん運転し免許持ってるけどね、運転しないからな、多分嫌だって言うと思うよ信じられん、ほんと、え絶対言うよ、嫌だって、なんかしても多分人通りの少ない、人通り車通りの少ない、なんかなんて言うんですか、そういう道を選びながら行くと思う、すごいスローペースで、お姉ちゃんなんか嫌だって言いそう、ペダルこいでよ、私チャリなの、いきなり自転車でオムライス売るの、もうそれウーバーイーツだよ、キューバーイーツだ、いや自転車もちょっと無理だから、私シティで免許持ってる子いるの、船の免許はいるんじゃないかな、なんか分からんけど、車は知らんけど船はいるよ、ソラハに頼もうかな、ソラハさ小型免許持ってなかったっけ、あソラハじゃなかったっけ誰だ、あかりんさん、ほのたんさんか、ほのたんさんいいね、運転してくれそう、小型船舶、すごい乗りたい、運転してほしい、この旦さんさ、なんかさ最近よく江田島の CM 見る、
そう、本沢さんがテレビに出てるなと思って。ここでやるしかないな。矢野さんはしてくれそう。え、してくれそうだよね。運転してくれそう。乗りたい。メンバーの運転する船乗りたいですね。上手らしい。そうなの？誰情報？カキ？あー、いいね。じゃあほのたんさんとカフェ開いて、あの柿入りのオムライスを2つ目で作ろう。オムライス、柿入りオムライス、2種類できたメニューが、うん、柿も出せちゃう。柿フライにしようかな。柿だけで出して柿だけで出してって言われちゃった。それはそうだよね。あんま入れないオムライスに。うんうん。牡蠣ね、私あれから食べてないんだよね。あの江田島でさ牡蠣食べたんだけど、それ以来一切牡蠣を一口も食べてなくて、次食べるときはカキフライを食べようって思ってたんですけど、なんかなんとなくカキフライってどこで食べるんだみたいな、食べる場所カキフライないなと思って食べてない。ロケでカキ食べたけど、それ以来一回ももう食べてない。経験値1だわ。はあ、スーパーにあるやろ。あ、そう？でもなんか家で揚げようとは思わんのよね。お店のカキフライがいいな。うまく調理できるかとかわからんし。なんか生だったらさ当たるかもって言うじゃん。わかんない、人それぞれだけど。なかなかそう食べに行かんとな。この季節、え、牡蠣の季節なの？今食欲ない時期じゃないの？え、そう、食欲ない時期なの。そうなのよ。そう。そうよ。この牡蠣の話しとるけどさ、私、まあ、ご飯最近そう野生動物だからさ、お腹お腹いっぱいになるまで食べないんだよ、ご飯を。何食べたい？食べたいじゃなくて飲みたいの。今日もいちごミルク飲んで、朝牛乳飲んで、でスタバのなんかほうじ茶ラテ、ほうじ茶ラテじゃない、ほうじ茶フラペチーノをお姉ちゃんと半分こして、で夜にいちごミルクも飲んでなんかね、めちゃなんかね甘い飲み物ばっかり飲んでるんだよね。あ、そう、ココアとかも飲む、よく。なんかそういうもの欲してて、そのなんかいちごミルクハマってる。ほうじ茶、え、ほうじ茶のめっちゃ美味しかった。ミルク最高。そのなんか飲み物が飲みたい、食べるよりも。ファミマで売ってるやつもだし、あとね今日飲んだのはあのびっくりドンキーのいちごミルクのテイクアウト飲んだ。いちごミルクをめっちゃ探してるの、街中で。見つけたら教えてください、あそこいちごミルクあるよみたいな。いちごミルクが好きで、なんかねあのねなんだっけ、あのいちごミルクのなんか果肉がちゃんと入ってる感じのやつが好きなの。
テイクアウトできるん、びっくりドンキ。え、できるよ。そう、最近どこも飲食店テイクアウトが多いんで、そう、テイクアウトすること多いですね。いちごありがとうございます。びっくりドンキのいちごミルクめっちゃ美味しい、好きです。なんか牛乳ミルクゾーンと下に溜まったいちごの果肉ゾーンで分かれてくるんだけど、そう、テイクアウトもそれできます。今日スタバでさ、なんか名前聞かれるの、名前聞かれるんだけどさ、あの2人で1つのものを飲んだからさ、2人分言ったらさ、お姉ちゃんの名前&マイって書かれてなんかちょっとカップルみたいでした。まるまる&マイみたいな、あ、お姉ちゃんの名前ね、そのまるまるは容器に書かれるので、名前で呼ばれるの、なんかなんとかさーんって呼ばれて、で取りに行くの、そのスタバの飲み物。コンビみたいんでしょ。その名前で呼ばれる方式なんだよ。恥ずかしい。え、でも私マイキューって言ったことあるよ。あのめっちゃ説明した、マイにキュー、あのマイって漢字でみたいな、であの Q はあのお、あの何ですか、アルファベットの Q ですとかって説明したことある。え、通じる、書いてくれる時あるよ。私さ、なんか臨機応変とかに対応できない人間でさ、なんかねすごいスタバ人がめっちゃ混んでたんですよ。でめちゃめちゃ混んでて、でなんかこう待つところがこう、ここにこう受け渡し台みたいなのがあって、で0番1番2番3番4番ってこう足のマークがあったんですよ、こう待つところみたいな。でこうみんなそこの列並んでこう待ってるんですけど、なんかこう4番に並んでくださいって言われて、で私4番に並んでもう待ってたんですよ、お姉ちゃんと一緒に。で4番に並んで、そのままだんだんこう前の人はいなくなるわけじゃないですか、123番の人は。で123番の人たちいなくなっても私は4番でずっと待ち続けたんですよ。そしたら後ろはどんどん詰まっていくじゃないですか。で後ろにどんどん人がまあ並んでって、で後ろは私は4番で待ってくださいって言われたから固くなに4番で待ち続けたんです。そしたらなんかあのずれてもらっていいですかって店員さんに言われて、めっちゃ恥ずかしくて、あ、すいませんって言って1番まで進んだら、私の後ろズラ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 ってすごいめっちゃ行列、なんかもう人がさもう大移動してきて、なんか私のせいでこれこんな止めてたんやと思ってそう、渋滞、私が渋滞を起こしてた、めちゃめちゃ恥ずかしい。そう、私のせい、私だからさ、あ、なんかこういうの、こういうとこなんだなと思って、あ、こういうとこがダメだな私はみたいな。皆さん気をつけてくださいね。でも好きってどういうこと、ね、本当に生きるの大変、もう気をつけてください。もうスタバに行って何番で待てって言われても、あのちゃんと詰めるんですよ、こう列は詰めた方がいいです。本当にみんな分かってる、本当知ってる、私みたいな人絶対いるでしょ。でも51分じゃん、常識なの。
マジか、やばいな、教師とは21歳。うわコロナになってから確かにあるね、なんかちゃんと距離を保ちましょうみたいなね。今日も楽しかった。52分になった。あと8分。じゃあ明日朝配信します。今言うっていう。明日朝配信します。朝、日曜日、明日日曜日だよね。日曜日だから朝配信します。5時なわけ。8時とかぐらいに配信しようと思う。7時40分8時7時40分8時そこぐらい、わからん、8時前後ぐらいにしようと思う。ちょっと決まったら予定入れます。予定っていうか時間、起きちゃんと仲良くな、仲いいよ、大丈夫だよ、心配しないで。予約入れて、わかった、朝5時とかにはしないから安心して。6時台でもないよ。8時くらい、8時前後っていうのだけ お伝えしときます。朝ごはんを作りたいんだけど、ちょっと作れる材料があるか分かんないので、そこは分かんないですけど、とりあえず朝配信します。オムライスか、朝から、朝からオムライスなの。あ、これないと白飛びしちゃう。全部しとかやめた。いちごミルクでしょ。いちごミルクね。私ファミマのいちごミルクストックあるから、あと1本。ストックマンだからね。今度コラボしてほしい。了解。うん、了解。どっち、あのショールームの？どっちだろう。どっちかの。いちごありがとうございます。じゃあ皆さん明日は朝会いましょう。もう8時間後ぐらいだよ。まあ約多分。眠くなかったらぜひ見てください。で、お起きてたらよかったらぜひ。通知で起こしちゃったらすいません。ショールームでお決まりが見たいって言われちゃった。どうしよう、言い合いになったら、なんでなんでみたいな。おきちゃん、え、おきちゃんまだショールームやってるの？おきちゃん寝たかな。また明日、あ、また明日。私も寝坊しないように頑張る。ちゃんと起きるから、絶対起きるから、約束。おきちゃん寝た、え、寝たん寝たん寝たんか。本当ですか、うん、本当だよ、本当に起きるよ。おやすみ。あと何分？50 56
センキュー、あ、いたいたいた、じゃあ今からみんなをガン見する。あと3分ぐらい。バイチャラポー、おやすみ、ありがとう、またねー、ガン見、おやすみなさーい、まいちゃんおやすみなさーい、また明日、おやすみ、キューキュー、おやすみ、グッナイ、配信ありがとう、こちらこそありがとう、8時間後に会いましょう。皆様、寝起きの中村かもしれませんが許してください。ラブ、親ポミ、明日に備えます。またいずれ瀬戸茶で見ますね。おお、見てください、ぜひスーツの中村を。あぶー、彼女、またね、彼女、ちょっとかっこよかった、イケメンだったでしょ、イケメン、惚れた。あと何分ある？あと1分ぐらい？あれ？ 1 分10秒。ネクタイ結べるの？結べるの、それが。私学校ネクタイだったから結べるよ。うん、下手だけど。結んであげるよ。みんなのネクタイも。ありがとう、ありがとうございます。おやすみ、あと30秒だ。皆さん今日も長い時間ありがとうございました。おやすみなさいませ。いい夢見てください。また明日会いましょう。